ソンの有名な東通りにできたんですけど、ディリー、首都のディリーからシンガポールまで SQ の子会社 MA シルクエアを利用しました。便名は MA295 便、機材は A バスの A320、まあ、LCC で対応する機材が33の小型のジェットです。でシンガポールまでの搭乗時間は3時間40分ほどなんですけどね、まあ途中機内食で出てきてるこんな感じですね。まあ決してそんなに美味しくなかったかなと思っちゃうけど、まあまあまずかなかったので、今すぐ降りるかっていうと飛行機に乗ってます。東モールのディリーからシンガポールに行く、シルクエアですね、 MI の296便です。あ、295便です。295便乗ってます。東ティモールのディリーを現地時間3時20分に出発して、シンガポール到着が現地時間で6時10分です。3時間50分の搭乗時間なんですけどね、シンガポールの実際1時間です。シンガポールの1時間、遅れています。今機内食ということで、フィッシュかチキンということで魚を選びました。同じですね。でビールです。アイルですね。エアバスの320、33の配列です。今ちょっとね、雲の中は散ってるので気流が安定しなくてちょっと揺れてますけど、これからいただきます。シルクエア初めてですね、シンガポールからということで。東モルグバイっていうのはバリ島からスリージャー航空がシーリンクもしくはダムイなんかも出てるんですけどね、今回どうやって行こうかと思ったんですけど、シンガポールから、シンガポールで移動しました。ちなみに東モールに行くには2つの、2通りあります。これは、今言ったシンガポールからシルクエアを使うか、もしくは、インドネシアバリ島からスリービジャヤ航空とかシティリックかな、それを利用していく感じになります。